となく想像はついてるんじゃねえのか。まさかとは思ってたが、その声はやはり。桐生一馬。道島の竜だ。俺を歓迎しろとは言わねえが、あんたには聞きてえことがある。相手してもらおうか。聞きたい。立川ってやつを我々となぜた。聞きたいことというのはそのことか。しかしあなたに何の関係が。俺の質問が先だ。立川のことはあなたにとやかく言われる筋合いではない。彼は西洋会を裏切った。立川を殺した理由は組織の掟に従ったまでのこと。桐生さんはヘイハイツという言葉をご存知かな。ヘイハイツ。中国の一人っ子政策を逃れて生まれてきた子供たちのことでね。彼らは戸籍を持たず、国家の管理も届かない闇の子供たち。しかしそのために最低限の生活すら国家に保障されない哀れな存在だ。一説によればその数は数億人。立川という男は中国人だったってことか。西洋会は多くの兵配置を日本にかくまい、戸籍を与えて救ってやっている。立川が余命連合会の極道になったのもいつか我々の役に立つため。しかしあの男は子供の頃に受けた恩を忘れ、その時から彼は我々の制裁を恐れていたはずだ。つまりは立川が、どうしてこの私が立川のもとへご案内して差し上げよう。桐生一馬、ここがお前の墓場だ。まあまあだな。おほう、おほう、行くぞ。
ご一行様の登場じゃ。わしらを忘れちゃ困りますぜ。綺麗な兄貴、助立ちします。これは久しぶりにいい運動ができそうだ。気を抜くな。うわっ、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 うわっ